ジェネレーションズエバーグリーンのサビの部分の後半とあと感想部分の説明をしていきます。サビのですね、前半はまた別の動画でございますので、もしよかったらそちらを参考にしてみてください。ということで前回の続きからです。熱い思いと響き合うエバーグリーン、エバーグリーンですね。もうサビの後半の部分です。ここからやりますが、ここはもうカウントでちょっとやってみるんですね。一回ゆっくりやってみます。いきます。5、6、7、8、1、2、3、4、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 5、6、
まあ、今のアップダウンがちょっとよくわからんという人はですね、まず1回、奇数か1カウントと3カウントだけ胸をこう張る動きをして、偶数カウント2カウントと4カウントはこれ張るんじゃなくて引っ込ませる、ちょっとこっちにピッと引っ込ませる動きをするといいかもしれません。どういうことかというと、奇数偶数奇数偶数みたいな感じ、5678みたいな感じ、それか5678、まあどちらでもいいというか、まあどっちかなって感じですね。はい、もうここまで終わったらサビはもう終わり目前でございます。5678が終わったら1 2 3 4 5 6 7 8、こういう動きなんですけれども、今何が起こったんだっていうとですね、1 2 3 4 5です。手をクロス、ガグッとクロスで、右が上です、クロス、そして入れ替えて手の指先同士を合わせて、次これをカメハメハ、そしてなぜか蝶のように左右に広がってして、右左上からガバッと来て、手のひらを上に向けて神になる、そして神になる、こんな感じになります。いやこれね、ふざけてるわけじゃないんですよ、本当ですよ。カウントでやると1 2 3 4です。で、5 6 7 8という感じになります。だから歌詞で言うと、時を超えてさあ響けエヴァグリーンかな、だから、時を超えてさあ響けエヴァグリーンみたいな感じで、最後ちょっとよろけましたけど、まあこの手がね、人によってはこうピースの状態でやって、ここだけカメハメハになってるとか、なんかこう開くというよりは、なんかちょっとこう一回上げてからカメハメハを打ってる人もいたりですね、ここはちょっと解釈が分かれるんですけど、僕はもう1 2 3 4みたいな感じでやってます。はい、ということでここまでがもうサビの後半、サビか、まあ、サビのフリーズになります。さあもうここから感想なんですよ。ここからですね、まあ結構おまけみたいな感じで見てみてください。それでは感想の方ですね、ゆっくりやってみたいと思います。いきます、
緒にやりますね。右、左、クロス、開くって感じです。ここもね、だからもう今アメリカのチアリーディングになりましたけど、ここも本当はもうこういうなんかエグザイルに並んでいきます。はい。で、今のこれが終わった次は手をこっち回し、2回回します。それに合わせて足を、これだけどですね、なんか映像がよく映ってないんで、これがこうなのか、それとも右足、左足だけ伸ばせばいいのかとか、ちょっと細かいところが分かんないので、ここは僕流になります。はい。ちょん、ちょん、うん。2回やったら次反対方向に、うん、うん。回す、回す、うん。で、これが終わったら最後がちょっと難関です。最後こういう、多分こういうこういう気持ちになってるんですけど、何もない状態から1、2、3で、4で左足を膝に上げます。1、2、3、4、足をかかとを外、内、外で最後に内で、今度足を下ろしたら今度はこっち側に1、2、3、4です。こっちにかかとを向けてスタートしたのに対して1、2、3、4、今度こっちはですね、つま先を向けて状態でスタートします。1、2、3で、膝蹴りではなく後ろに右足を蹴る。これがすげえ速くなって、トン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 、これですね、こういう動きになります。多分ですね、多分ここはこういうステップなんじゃなかろうか。で、ここが終わったらこのまま右足を前に持ってきて、うん、一回沈みます。で、開く、沈んで開いて、やっぱもう一回回って、はい、2番目のサビに突入していくという感じになります。ちょっと急ぎ足だったんですが、感想はこういうような感じになるんじゃなかろうかと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、どうでしたかエバーグリーン。感想がね、感想がきつい。言い訳をさせてもらうならばですね、靴がキュッキュキュッキュになってね、全然スピンできないんだよ、言い訳ですね。はい、ちょっと前の曲なんですけど、これエバーグリーン、今回リクエストで撮影をさせていただきました。覚えてくださいよ役に届けてくださいよ。結構今回は難易度ね高かった、まあ本当踊りがいのある、ね、ダンスでした。はい、ということで当チャンネルではダンスをテーマにした動画をいろいろアップする予定ですので、よろしかったらチャンネル登録、 Twitter、 SNS 等でのシェアをよろしくお願いします。はい、以上ひがりでした。またお会いしましょう。リクエストあったら Twitter にどうぞ。はい。